長岡市にやってきました。長岡といえば雪の多い町ですが、冬でも室内で楽しめるというのがこの吹き矢です。20年ほど前に吹き矢を使った健康法を考案した樋口博則さんは長岡市内で開業するお医者さん。それでは樋口先生お願いします。筒の長さは120センチ、矢は20センチで、先端だけ金属製、的から10メートル離れて吹きます。雪国で屋外スポーツが難しい季節に、市民の健康を考えて、考えました。吹き矢によって腹式呼吸が上手になると肺機能が活発になり、老化を予防するにも効果があると思います。吹き矢をもっと楽しんでもらおうと樋口先生はこんなものも考案したんですよ。おー、回り始めました。手作りの仕掛けですが、これだったら子供も楽しめそうです。国内には樋口さんが設立した国際吹き矢道協会や日本スポーツ吹き矢協会などの団体があり、愛好者はおよそ5万人いると言われています。吹き矢人口を増やして将来オリンピックの正式種目になるようにしたいと思っています。これからも樋口さんは吹き矢で明るく元気な街づくりを目指します。すごいね、吹き矢もなかなか奥深いですね。そうなんですよ。あんな長いの？長いんです。あれは正式な種目として大会で行うものの大きさなんですけれども、年に2回全国大会が行われていまして、で、あの先生が立ち上げたわけでしょ。そうなんです。それはすごいですね、その情熱ね。そうなんですよ。やっぱりね、肺活量を意外と使うので、正しい呼吸法